行きます。平田は三塁回った、ボールはコームされる、しかしマウンドで大きく跳ねました。福田のタイムリーヒット、1対1の同点。1点を失った直後でした。松永にとってはありがたい、まあ、横浜高校の後輩がですね。これもでも千賀のボールはちょっと高かったですね。まあいつも あの千賀投手の球威があればね、少々高くても押し込んでいける、まあ、治療を行ってという中断といいましょうか、少しゲームが止まりました。さあ試合再開です。上がります。ライトが下がっていく、下がっていく、その上を越えた、高橋周平第4号スリーランホームラン。千賀が一旦ダグアウトに戻って、そして再びマウンドに現れた直後の1球でしたね。まあ、スライダーでしょうかね。ベンチからね戻ってきたその初球、ストライクを取りに来るであろうというね、そういう部分でファーストストライクから積極にいった結果ですよね。先ほどエラーも含めてね消極的になってますよね。セカンドランナー三塁を蹴った、今ホームイン5点目、道路のタイムリーヒット。高橋のホームランだけでは終わりませんでした。この4回の裏、この1点は大きいですね、そうですね。長打にしますと久しぶりの打点です。5月26日のカープ戦第5打席のタイムリーツーベース以来の打点ということになります。打順は2番の大島です。